骨のところまでリンパを流す。お疲れがシャキッと。季節のね、変わり目って気候がどんどん変わってきて、気温も変わってきますよね。そしたら寒い時の前かがみの姿勢から背筋伸びるようになりますよね。それだけでね、噛み合わせとか呼吸とかも変わってきたりするんです。最近患者さんで多いのが、噛んだら痛いわとかっていうお悩みが多いです。その後、体が気候についてこないとか、ちょっと疲れやすいとか、だるいわ、ずっとなんか眠いわみたいなのが出てきますよね。そんな時は、どんな時でもどんな場所でもたった1分でできるハヨガのマッサージを今日はお話ししますね。では実際にやってみたいと思います。今日はうちのスタッフのマータローと一緒にやってみたいと思います。抗菌マッサージですね。ここからここまで、反対もそうですけど、だいたい5パーツぐらいに分けます。3本の指、人差し指、中指、薬指の3本ですね、の指でマッサージしていきます。ぐるぐるってするんですけど、ちょっと強めに5パーツ、5ぐるぐる5回やりましょうかね。まず顎先からこの回転をちょっとしっかりめに1、2、3、4、5、またずらして1、2、3、4、5、1、2、3、4、5で、そのままでちょっと置いてもらって、耳の前まで来ましたら、鎖骨のリンパのところまでずっと滑らせるようにリンパを流す。それで1回です。5回それを続けてやってみてくださいね。だいたい1分ぐらいでこう収まると思いますんで、ポイントは強めにやることです。では皆さんもマータローと一緒に一度ちょっと実践でやってみてくださいね。じゃあ万太郎さんやってください。どうぞ。はい、1、2、3、4、5、1つ目ですね。2つ目、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、5個目のとこですね。耳の横に来たので、そうですね、鎖骨に流す。今1回しかやってないですけど、あと4回やってくださいね。では横から分かりやすく見ると、だいたいその5パーツがどこか、ちょっとマータローにやってもらいますね。じゃあお願いします。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所目、こんな感じですね。ここに置いといて、そこからリンパに鎖骨まで流す。いかがでしたか？いつでもどこでも簡単にできるのがハヨガのいいところです。お疲れがシャキッとしたいなと思う方は、ぜひやってみてくださいね。ハヨガチャンネルでは、小さいお子さんからパパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんまで、どの年代でもできる簡単なメソッドを詳しくお教えしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。